本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。今回は、山村組が土岡組を抑え、呉を手中に収めるきっかけにもなった事件の紹介と、同時期の刑務所内での美濃さんの内情をお話しします。大西さんの死から約一年半、朝鮮戦争の特殊もあり、一度は消滅しかけた山村組も力を盛り返していました。それに伴い若頭、佐々木さんの兄弟分である小原組も力を増していき、 クレは山村。アガとヒロは小原というように、今まで土岡組が押さえてた地盤を徐々に侵食していく途中でした。そして土岡組の我慢も限界に達しようとしたとき、事件が起きました。小原組若手のモンヒロシさんが、土岡組若手の沖田秀和さんをいする事件が起きました。この事件の詳細をお話しする前にモンヒロシさんについて少し説明します。モンさんは昭和5年生まれなので、 羽谷さんと同級生もしくは一つ下に当たります。小原組に入ったのは、広の海軍交渉で、小原薫さんに憧れ、小原組立ち上げ時にはすでに組員でした。なぜ、肌谷さんを引き合いに出したのかというと、この事件をきっかけに肌谷さんを狙い続けることになるからです。そしてそれは、わだかまりが解ける昭和51年まで続くことになります。ちなみに、モンさんの最終的な肩書きは、小原組4代目。 会最高顧問となります戦いの火蓋では事件についてお話しします事件の詳細はモンさん自身が語ったインタビューがありますのでそれに沿ってお話ししますインタビュー事件の発端は阿賀の祭りでの「こまい喧嘩よ」「肩が触れた触れん言うようなことで起きたがわしに因縁ふっかけてきた」いや先に因縁ふっかけたのはわしの方じゃったかもしれんとにかく喧嘩が始まったからには あとには被験はね。だいたいわしらその前から沖田には悩まされとったんよ。極道としてはしっかり揉んじゃったんじゃが、酒癖が悪くて絶えず小原の人間にちょっかい出しとった。ほいじゃけん早めに目をつんどかにゃと、わしらは考えとったんよ。ほんなことがあったけん。祭りの場でもあったら自然発火よ。ただしこの喧嘩は、その場は収まったんじゃ。小原と土岡の幹部連中が話しおうて、まあ仲ようしようや。 言うてわしゃあ腹の中にえくりかえっとたけど幹部の裁量じゃけん組事務所に引き上げてはよう寝ちゃろう思うたところが夜の10時過ぎにうちの事務所に来てどんどんどん叩きまくっとるわしら最初は聖病院から脱走してきたやつかと思ってほうっておいた事務所の近くに病院があって夜になると脱走して包丁振り回すようなんがたまにおったけんねほいでもあんまりにもしつこいから わしが拳銃持って裏口からそっと見たら沖田が日本刀持っとるじゃないほいでその横見たら女の子が一人おるおそらく心配してついてきたんじゃろうけど命がけの喧嘩に女連れてくるヤクザも珍しいわな沖田がわしに気がつくと日本刀抜き寄って今にも切りかかりそうじゃったからわし拳銃撃ったんよ今じゃから言えるけどその拳銃は山村組の佐々木哲彦が持ってきたもので 新中軍の MP が使うとった45口径まあよう当たるんじゃこれが夜の闇の中じゃけんパーッと綺麗な日も出よったわわしが撃った弾は沖田の胸部を貫通したんじゃがほいでも沖田は倒れもせんし日本刀も離さん三軒もう一発撃ったその瞬間体をひねって沖田は避けようとしたんじゃろうね二発目は尻の辺りに入って抜けていったさすがに沖田も倒れたし 二メートルほどの至近距離から四十五口径を二発じゃけん。だいうのはすぐわかった。わしはそのまま事務所には入らず、まっすぐ交番に向かったんよ。近くに小さな交番があったけん。そこへ行って、人をしてきた。すぐそこで、ドル。言うて事務所の方を指さしたんじゃが、おまわりは信用せんかった。嘘言え、言うから、嘘思うなら調べてこいや。わしここで待っとるけん。 それでも信用せん、拳銃持って出頭しとるのに分からんやつじゃのう。面倒くそーなってきて。ほいじゃわし帰るわ、言うたら。そこでやっと、ちょ、ちょ、マッチョくれ、言うた。そうこうしてるうちに、MP が交番に来たんよ。どうやら巡回中に起きたを見つけたらしゅうて。ギャングがどうたらいいおる。英語は分からんけど、ギャングだけは分かって。わしゃギャングじゃないわ、と買っと来たけど、言い返す言葉分からんけ。 黙っっちゃった。結局この事件で10年撃たれたんじゃ抜粋終わり以上が事件の内容になりますこの被害者である沖田さんが肌にさんの射程さんなんですがどういうわけか門さんが一方的に肌に噛みつきます刑務所内でも揉める話があるのですが直接ストーリーに繋がるわけではないのでこれ以上は割愛させていただきます機会があれば動画にしたいとも思っておりますので その時はご視聴よろしくお願いいたしますそしてこの事件がきっかけとなり昭和27年3月23日の土岡組員による小原光夫さん襲撃事件につながりますそのお話は次回に持ち越すとしてちょうど同時期にあった刑務所内でのお話をさせていただきます刑務所にて昭和25年10月末に広島刑務所に収監された美濃さんでしたが 早々に刑務所内を閉め、昔で言う、老名主になっていました。そして昭和26年5月、刑務所内で内越さんと出会います。内越さん宛にと刑務所の外から投げ込まれたタバコを、土手さんという方の派閥グループに横取りされたのを、老名主であった美濃さんが仲裁。この縁が後の兄弟杯につながります。そしてその年の9月。 モンさんの事件の少し前に土岡博さんが広島刑務所に入ります。美濃さんは早々に謝罪に行き、初入国で勝手のわからない博士親分に対して、自分に世話させてくださいと申し出ます。すでに肌にさんから美濃さんのことを頼まれていた親分は、肌にから聞いとるけん、世話にならしてもらうよと快諾。博さんとの心のわだかまりが解消されます。 そしてちょうど事件のあった9月24日の次の日25日に肌にさんが別な事件で出頭、入国となります。美濃さんは真っ先に会いに行き、広ロさんに謝罪したことを伝えると肌にさんは喜び、しばし三人は楽しく、刑務所内で語らうことになります。この頃のことを、後に美濃は刑務所の親分、肌には博打の神様と言い合っていたというエピソードがあります。また、 この時まで肌にさんは美濃さんのことを喧嘩好きのバカだと思っていたそうなのですが、美濃さんが無所内で読む本は文学作品ばかり、それも母親が差し入れしているのを見て感銘を受けます。というのも佐々木さん等が面会ついでに差し入れにと、漫画本なんかを差し出すと笑って受け取ってみせ、これだけの人間が、わしらよりバカみたいなふりして、こいつは悪党じゃな、と思ったようです。 実はミノウさんは中流家系の元家族。母親は教員でミノウさんも公立とはいえ当時は試験もあった中東部に入学。その頃には翻訳なしのフランス文学や英語文学を読んでいたというのですから、今であってもかなりの人です。このように心温まるエピソードを紹介して、今回の動画は終了とさせていただきます。続きが見たいと思っていただけましたら、高評価。 チャンネル登録も合わせてお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。